さあ皆さん、今日は私の家からクイーンズタウンの町まで行きます。今日も私の Vlog で楽しく日本語を勉強しましょう。今日はクイーンズタウンのジムに行きます。さっき仕事が終わりましたから、早く運動をしたいですね。まずはジムで運動をするときに飲むものを作っています。イントラワークアウトの飲み物ですね。では私と一緒にクイーンズタウンの街まで行きましょう。はい、こんにちは。日本語教師のしゅんです。今日はまあ私の家からクイーンズタウンの町まで歩いていきたいと思います。はい、クイーンズタウンは小さい町です。でも自然がたくさんあってとても綺麗ですね。はい、今日の天気も本当に綺麗ですね。私の家からクイーンズタウンの町まで多分10分から15分ぐらいかかると思います。どうでしょう。はい、ここはそうですね、たくさん、まあ、家がある場所ですね。すごいいい綺麗な家ですよね。はい、クイーンズタウンは山がたくさんあります。見えますか。本当に綺麗ですよね。私はこの景色が大好きです。そう、クイーンズタウンはクイーンズタウンの街の中も綺麗ですけど、まあ、街の外、郊外もとても綺麗な場所です。はい、もちろんそのお店はあまりありませんから、まあ、何か買いたいときは街の中まで行かなければいけませんね。では道を渡ります。すごい綺麗ですね。今日は天気がとてもいいです。クイーンズタウンの天気は少し面白いです。まあ冬は寒いです、もちろん。時々クイーンズタウンの街も雪が降ります。今はそうですね、秋ですね。秋ですけど、どうですかね、見えますか。あそこ山の上に少し雪が見えます。はい、そう、まあ朝と夜、今はすごい太陽がたくさんありますから、いいですけど、例えば夜と朝はこの街に太陽があまりありません、日がありません。その時は本当に寒いですね。でもまあ今みたいに、まあ、明るくて太陽がある時はちょっと暑いです。はい、冬でも暑いですね。まあ、夜は本当に暖かいダウンジャケットを、まあ、着ないと寒いですが、今は、まあ、半袖でも、まあ、全然問題がありませんね。全然大丈夫です。
うお、かっこいい車、かっこいい車が通りましたね。見てください、あそこがクイーンズタウンの街ですね。さあ行きましょう。あ、実は前の家、彼女と一緒にいた時の家はもうすぐ左にあります。あ、今でも4分ぐらいか、まだ4分ですね。そう、まあ新しい家は前の家と本当に近いですよね。まあでも一人で住みますから、あと私の小さいタイニーハウスに住んでみたかったので、はい、引っ越しました。ここですね、ここのあの家が私たちが住んでいた家です。はい、でももうすぐクイーンズタウンの街に着きますね。今日は私は、まあ、今クイーンズタウンの街のジムに行って、それから友達と、まあ、会って遊ぶつもりです。はい、いやいいですね。今日はあまり仕事がない日です。今日は土曜日ですね。土曜日はあまり仕事をしません、しないようにしています。はい、ちょっと道を渡りますね。さあ見えますか、ニュージーランドはラグビーが有名ですよね。ここはラグビーのフィールドです、はい、たまに私も友達とそのフィールドで、まあ、サッカーをしたり少し運動をしたりします、はい、今は誰もいませんね。そしてここは、まあ、クイーンズタウンにある図書館ですね。クイーンズタウンライブラリーって書いてありますね。はい、とても、まあ、小さくて、まあ、まあ可愛い図書館ですね。私はあまり行きませんけど、私の彼女はよく本を借りにこの図書館に来ていました。あ、思ったより早くクイーンズタウンの街に着きそうですね。実はもう着きますね。でもクイーンズタウンは坂がたくさんあります。たくさん上に家がありますよね。クイーンズタウンはたくさん坂があります。そうだから、クイーンズタウンから街に降りてくるときは、まあ少し早いですね。でも街から家に帰るときは坂を登らなければいけませんから少し大変です。あ、今日は本当に天気がいいです。見えますか？もう もうクイーンズタウンの街です。とても早かったですね。はい。では
クイーンズタウンは本当に本当に自然が綺麗で大好きな街です。お、そうですね、私の家からクイーンズタウンの街までだいたい10分ぐらいですね。はい、私のジムはあのクイーンズタウンのこの道の終わりにあります。お、サイレンが鳴りました。はい、あのクイーンズタウンはたくさんあの、まあ、服のお店、特に、まあ、アウトドアの服のお店がたくさんあります。みんな買い物をしていますね。はい、とても綺麗です。さ、もうすぐクイーンズタウンの街の真ん中ですね。車があります。ラッシュアワーは多分8時9時朝8時9時と夕方の、まあ、午後5時6時ぐらいはもう車だけですね。車がたくさんありすぎて、まあ街の中はあまり運転したくないですね。本当にあの今はここは本当に町の真ん中にいます。はい、まあたくさんあのクイーンズタウンはバーやレストラン、あとナイトクラブもたくさんありますありますね。はい、もうすぐ私のジムに着きます。今はあのニュージーランドとオーストラリア の国境が開きましたから、たくさんあのオーストラリア人がたくさん今あのニュージーランドに来ていますね。行きましょう。私も私の彼女も実はあのフィンランドに帰っていますが、フィンランドに帰る前にニュージーランドからオーストラリアに行ってフィンランドに帰りました。はい、私のジムに着きました。さあ、はい、あそこが私のジムです。私のジムは少し小さいですけど、まあとても便利な場所にあるので、はい、とてもいいですね。はい、クイーンズタウンジムに行きます。 Thank you so much for watching. Be sure to hit the subscribe button and leave a comment below. じゃあまたね、バイバイ。